どうも、まえさんでございます。今回もね、動画配信久しぶり、4日ぶりの配信になります。今回もよろしく、最後までお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。まずはご報告があります。チャンネル登録者数20人突破いたしました。ありがとうございます。初心者の YouTuber にとってこんなに嬉しいことはないです。チャンネル登録していただいた皆様、本当にありがとうございます。これからもね、面白い動画、まあ、吹奏楽メインになりますけれども、楽しい動画にしていきたいと思いますので、これからもぜひよろしくお願いしたいと思いますので噛んじゃいました。よろしくお願いします。さて、今回はですね、ちょっとある吹奏楽ユニットの、ご紹介をしたいなと思います。で、吹奏楽ファンの方、多分知ってる方いらっしゃると思うんですが、ヒビカルテットさんという4人組の、吹奏楽ユニットになるんですが、世界に1つだけの編成のユニットなんです。というのも、このヒビカルテットさん、通称ヒビカルさんというんですけれども、本当に素晴らしいユニットです。この間もね、2020年の2月1日、まあ、2月2日ですかに、こちら、坂田アートマルシェ2020というイベントがありまして、こちらの方に行ってきました。そちらの、2月2日に行われた、こちらですね、見えますかね、こちらのヒビカルテットさんというアーティストの、大ホールで、コンサートがありました。こちらのですね、演奏を初めて生で聞きに行きましたけれども、あ、素晴らしいです。初めて聞きに行きましたけれども、あんなね、この身に染みるような演奏、生まれて初めて鳥肌立ちました。まあ、鳥肌立ったのは生まれて初めてではないんですけども、ああいう生の演奏を聞いて、こう圧倒されるような、で、綺麗なんですよね。演奏の出だしから、そのメロディーからハーモニーから、で、歌もね、途中ありました。民謡メドレーの曲も演奏していただいたんですが、その中でも4人で歌を歌うところが、ワンフレーズかツーフレーズあったかな、そのぐらいあったんです。それがね、また演奏の途中で、歌うんですが、合ってるんですよ。やっぱプロだなと思いましたね。歌うところも最初こうなんか合わせなきゃ合わないのかなとか思ってたんですが、一発ドンピシャ、綺麗なハーモニーでした。いや、あれはね、素晴らしいと思います。ぜひね、皆さんももし、ご近くでコンサートがある場合、ぜひ聞きに行ってください。おすすめです。吹奏楽のこと全然知らない方でも、これはね、一度聞きに行ってやほうがいいです。おすすめします。で、このヒビカルさんなんですけども、プロフィールご紹介いたします。2013年神奈川県立高校の同窓生4人によりヒビカルが結成されました。ミニチュア吹奏楽団として音楽の新しい楽しみ方を開拓されています。これまでにはピアノやドラムと共演し、世界に一つだけの編成で唯一無二の音楽を探求してきました。2017年夏には神奈川県と、山形県、私の住んでいる山形県なんですが、サマーツアーを開催しました。で、老若男女問わず幅広い層から支持を受けています。コンサートホールを飛び出し、これまでに行ったライブハウスや路上などでの演奏活動、パフォーマンスはもちろん、これからもより様々な環境での活動を展開予定です。で、ヒビカルさん、CD も出しています。ファーストミニアルバム、グランドボヤージュ、こちらをね、2018年3月5日にリリースされております。で、このね、CD も私買いました。全部オリジナル曲なんですが、いいですね。ちょっと、ミニ
に占めるすごい素晴らしい、CD になっておりますので、ぜひ、お買い求めいただきたいなと思います。で、この気になる、編成なんですけれども、楽器の編成なんですけれども、まずはサックスとユーフォニウム、トロンボーン、コントラバス、この4つの編成でユニット組んでらっしゃいます。世界のどこを探してもこの編成はないんです。ないんです、ないんです、ね、でこの4人の演奏、生演奏ぜひ聴いていただきたいと思います。この、坂田アートマルシェ2020でも、言っておられましたけれども、ネット配信していません。 YouTube でも動画配信していません。彼らの演奏を聞くには CD を買うか、そのコンサートに行って生演奏を聞くしかありません。なので非常に貴重な、ユニットだと思います。ぜひね、お近くで、コンサートがあるという情報ありましたら、ぜひ聞きに行っていただきたいと思います。こちらのヒビカルさんのね、情報、新しい情報ありましたら、動画でね配信していただき、いただけたらいいなと思いますので、ぜひ楽しみに待っていてください。さあ、ヒビカルさんの お話はここで、一旦おしまいにします。そしてですね、前回トランペットの、動画を配信させていただきましたけれども、じゃあ次は何をするか考えました。でね、同じ金管で行くのもいいんですが、ちょっとねここで試しにこういうことをしてみたいなと思います。こちらを使います。でーん、トランプ、このトランプを使って次どの楽器を紹介するか決めていきたいと思います。なので今回、楽器の説明、紹介はですねお休みにさせていただきます。大変申し訳ございません。で、このトランプ、これだけではわからないと思いますので、それぞれのカードにある楽器を、当ててみました。一応ねこちらになってます。ダイヤからいきましょう。ダイヤ金管ゾーン、ダイヤエーストランペット、これは前回動画にしましたので、割愛させていただきます。ダイヤ2トロンボーン、ダイヤ3ホルン、ダイヤ4ユーフォニアン、ダイヤ5チューバ、以上がダイヤ金管ゾーンです。でクラブ、エースが、ピッコロ、これクラブは木管になりますね。クラブ A ピッコロ、クラブ2フルート、クラブ3オーボエ、クラブ4ファゴット、クラブ5クラリネット、クラブ6バスクラリネット、でクラブ7アルトサックス、クラブ8テナーサックス、クラブ9バリトンサックス、以上がクラブ木管ゾーンとなります。そしてハートいきます。ハートは打楽器です。ハートのエースティンパニー、ハート2バスドラム、ハート3スネアドラム、ハート4シンバル、ハート5クロッケン、ハート6マリンバ、ハート7ビブラフォン、以上が打楽器ハートの、ゾーンになります。そして最後スペードエースコントラバスになります。以上で、ね、トランプ、シャッフルしてどれに当たるかで引いたカードを次の動画で紹介していきたいと思いますので、お楽しみに。さあ、それでは、こちらの、ね、今紹介したカードだけ、入れてますのでシャッフルしていきたいと思います。ダイヤの A トランペット、こちらですね。こちら前回トランペット動画配信させていただきましたので、こちらは取り除かせていただきます。さあ、それでは今ね規則正しく並んでますのでシャッフルしたいと思います。今ねこう照明当ててるんですが、こっちからは見えません。私の方からトランプは見えませんので、まず安心してください。私が故意に選んだということはしません。まず切っていきますね。あんまり最近ちょっとトランプしたことないので、あんまりちょっと切る方に自信ないんですが、ましてトランプ全部使って切る
わけですから、少ない枚数で切ることちょっと難しいので、ちょっと手元がおぼつかない動画になってますけども、ご容赦ください。もういいかな。で、一番上に来たカードを次回の紹介楽器としたいと思います。一回行きましょうかな。はい、このカード、一番上にあるカードを次回の楽器の紹介にしたいと思います。さあ引きますよ。さあ、ハートの4、ハートの4、ハートの4はシンバルです。次回は、シンバルについて、動画配信させていただきたいと思います。それでは、今回の動画は、これで終わりにさせていただきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またね、エンドロールもですね、今回チャンネル登録にご協力いただいた皆様の お名前を載せて、見たいと思いますので、どうかね、最後までエンドロール楽しみにしててください。それではまた。